ますでしょうか。そう、甲虫統一パーティー。甲虫ね、甲虫と腸が一番排出率が高いっていうのは、まずどちらも30匹超えなので、ね、もちろん当たりやすいですよね。そのせいで甲虫と腸ばっかり当たりますよね。特にこういう雑魚が当たってしまったら元も子もありません。まあね、今回はこういうね、ちょっと甲虫の統一パーティーで遊んでいきたいと思います。こいつらはね、特に何もレベル上げしてないんで忍耐ですね、うざいですね。さあ、なんかどっかで遊びましょう。よし、ここ行こう。もう忍耐だ。まあね、こういう時はまずどうするかというとですね、混乱させるんですよ。まあ多分ね、ドレインアタックはすると思うんですが、いちいちね、挑発されても困るんで。あれ、これ誰か、あ、これ私か。危ないね、これ不意打ちされたら止まったもんじゃない。急に打ちましょう。そろそろカマキリを倒しましょう。ちまちま削るな、これ。結局こいつはクイックアタックが一番強いよ。2番目はこんなに嫌い。いや、もうあとはね、もう楽勝だよ。あとはこの上海坊とかいう雑魚と蜂を蹴散らすだけだよ。いいね、やっぱレベル70だと結構出るじゃん。うわ、スローバスだ。こういう時は攻撃をしましょう。あ、スローバスだとされに、さらにこれでアタックアップ。
これ通常校で行けんだろ。ちょっと心配だけど通常校で行けるってこれ。いや惜しい、めっちゃ惜しかった。さあもうあとはもうザゴに、ザゴに。いやまあそんな、そんなにこいつはザゴじゃない。全身地味はまあまあ引退もあるし、古軍奮闘ですよ。古軍奮闘、あこれストライカー。いやーでもね、ジョカイもストライカーとか持ってたら強かったと思うんだけどな。結局こいつはそのまあまあ高い、その攻撃力高いと思うんだけどそんな高くない。はい、さよなら。ということで、ポチパチで遊びました。はい、ちょっとね、最後宣伝になるんですが、虫バトルについて語り合うサーバーを、前コミュニティでもね、宣伝しましたが、ちょっとね、人が少ない、まあ盛り上がってますけど、人が少ないので、ちょっと皆さん、虫バトルの方、ぜひディスコードにて参加お願いします。ぜひなんか楽しく会話でもしましょう。ということで今回はこんな感じで終わります。じゃあさよなら。電線で後ろに折る、電線で段折り、電線で中割り折り、電線で折る裏も同じ、ハサミで切る、電線で後ろに折る、目が出てきあがり。